はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、更新。新マップケマモト村、来るか来るかとね待ち望んでいました。予定通り来ました。まずね、今日プレイするのは隠しステージ22ですね。これはステージ212でプニのサイズ30以上で解放されます。こんな感じですね。プニのサイズ、デカプニ作るときはね、おねむの性が結構いいかなと思います。まあ何でもいいんだけどね。さあ、ヤオビクニで、さあ、釣られたろう丸でとどめを刺してクリアです。さあ、隠しステージが解放されました。さあ、やっていきましょう。どんな妖怪が来るのか。九段ですね。これは確かネタバレリーナの解放妖怪の一人じゃないでしょうか。ぜひともゲットしておきたいよね。さあ、やっていきましょう。好物の寿司をあげます。これで懐きやすさはマックスなはず。今回はね、懐きやすくする妖怪キュン太郎を入れています。いつもね、だいたい僕はやるときは、まあ、好物をあげてさらにキュン太郎をね使っています。まあ懐きやすくする妖怪だったら別にイケメン犬とかね何でもいいんだけど、好きなものでいいかと思います。さあ、やっていきましょう。おっと、強いぞ九段。なんか舐めてかかったらちょっとやられちゃいそうですね。いけるかな。フィーバータイムに入りました。ここでキュン太郎のハートにキュン。これで懐きやすさマックス。さあ、必殺技順番に出していきます。さあ、ヤオビクニ。ヤオビクニはね結構使えるよね。必殺技のね威力も強いし、妖怪ウォッチゼロ式でブーストすることもできる。結構気に入ってます。もちろん今ね、妖怪ウォッチゼロ式を使っています。さあ、どうだ。結構体力あるな。もうこっちの体力が23しかない。やばいですね。あと一撃で、あー、ダメだ。ゲームオーバーになってしまいました。意外と強いね九段。ちょっとメンバーを変えて再度挑戦したいと思います。これでどうだ。ちょっとこれで負けたらやばいです。さあ、好物の寿司をあげます。さあ、ものすごく懐きました。さあ、あとは倒すだけ。さあ、やっていきましょう。いつものようにタッチペンは2本使い。かっこいいよね。まあ、効果はあるかどうかはちょっと微妙なとこですけどね。僕は結構やりやすいと思っています。さあ、いけるかな。ヌエの必殺技ゲージがたまりましたね。ヌエもね結構使える妖怪ですよね。 S ランクだしね。さあ、必殺技ゲージどんどんたまります。おっと、やっぱり普段強いね。一撃がかなりきますね。さあ、フィーバータイムに入りました。必殺技順番に使っていきましょう。ヤオビクニ。さあ、どんどん使っていきます。これでクリアできるかな。どうですかね、皆さん。もうこのケマモト村やってますでしょうか。隠しステージのね、あの九段ゲットすることできましたでしょうか。さあ、フィニッシュ。来たか来たか。お、これはもしか。来ましたね。これは来たでしょう。さあ、これでネタバレリーナに一歩近づいたと。お、九段と友達になりました。 D ランクか。お、妖怪の封印が一つ解かれました。さあ、今皆さんね、どの辺プレイしているでしょうか。コメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。